医療のことについて田村大臣には制度のことを聞いて、それから麻生財務大臣には財務大臣の立場からぜひですね、ご意見を伺いたかったんですけど、国会先になるべく田村さん手を挙げないでくださいね。ちょっと麻生副総理とですね、財務大臣とちょっと議論をぜひしたいんです。麻生副総理が総理大臣の時にですね、健康であることのインセンティブというのをもっと保険制度の中にね、これ組み込めないのかというお話をされたのは、私は大変に正論だと思ってお聞きをしました。本当そうですよ。これ時間ないんで、もう麻生さんにだけ聞いていきたいと思うんですけど、それ財務大臣としてぜひ厚労省にもっともっと言ってきましょうよ。私ね、麻生さん、麻生だから手を挙げないでって言ってるじゃないですか。私はですね、麻生大臣を大変敬愛しておりまして、言いにくいことを麻生先生はおっしゃる、これ私も同じなんです。時々誤解される、これ私も同じなんです。そういう意味ではですね、非常に似てるんです。やっぱりね、健康であれば保険料が安くなる、こういう医療制度作んないとね、日本ダメになると思いますよ。ぜひよく答弁を。麻生財務大臣。これなかなか言い方が難しいんですけど、今の話はですね、ちょっと誤解を生まないようにしておかないかんのですが、私72ちょうど上なんで72なんですけれども、72で病院に行ったことはほとんどない。でそのためにはしかるべき朝歩いたり、腹筋で腕立てた、これオリンピックの合宿においたって癖で今でもずっとするんですが、結果として洋服、25年前の洋服は今でもすっと着られる体型を維持できてるんですが、そうじゃない人って世の中いっぱいいるじゃない。ね、飲みたいだけ飲んで、やりたいだけやっていい加減にして、ね、それで72でね、くしゃくしゃになってる人っていっぱいいるでしょ。周りいっぱいいるやん。でそういう人たちが病院に払ってる時の医療費は、俺が払ってるのは俺が払ってんだと思ったら、なんとなくバカバカしくなってくるんだ。だったら我々のようにちゃんとやってる人は病院に来ない、偉いと言って、月々病院に来なかったらいくらかいただけるとか、なんかインセンティブをいただけませんかというようなことを申し上げたら、なんとなく当時は今の時代と違いましてね、自民党はめちゃくちゃ叩かれてる時代だったんで、もういいように叩かれてボロカスになったというのが3年半前ですよ。だからそういった意味では、中田先生みたいな方が出てこられるのは誠にいいことなんで、これは予防医学っていうものにもっと手間暇かけて、ちゃんと自分でやった人にはそれなりの見返りがあるようにするような制度を考えるべき田村にぜひ要望いたしておきますので、私は要望だけじゃ足らんと思いますので、中田先生からの圧力も合わせてお願い申し上げます。中田博君。いやー、胸がすく答弁ですね。健康で居続けられる制度にしないとダメですよ。今のままね、これ病気になったら保険が使えると、病気のプロは医者なんだけれども、予防していく、健康で居続けるということのプロというのがなかなか医者の中にいない。それはなぜか、日本にそういう制度がないんですね。やっぱりですね、もっともっと健康を促進していくための医療制度というのを、これそれこそ中医協とかね、考えるべきところでね、しっかり大臣、先ほどの麻生財務大臣からの要望を受けてやっていただきたい。これ来年の予算は麻生財務大臣にもうぶった切ってくださいよ、ちゃんとやんなかったら。そういうふうにしないと、ね、動かないんです、これ日本は。我々維新の会というのは制度そのものの根本を変えようというふうに常に議論をしているわけでありまして、まあ、田村さん、またなるべく短くお願いしますね。田村厚生労働大臣。今おっしゃっておられる意味は我々もそう思っておりまして、やはり検診事業、特定保険指導等々、こういう事業をしっかりやらなきゃいけないと思います。ただ単に予防という意味だけじゃなくって、慢性疾患になり始めた頃に初期に行っていただいて治療をしていただければ、これは保険対象になりますので、そういうこともやっていく。それからインセンティブもやはり考えていかなきゃいけないと思います。これも保険指導、検診をやるためのインセンティブ、これを今我々厚生労働省も考えておりますので、しっかりと進めてまいりたいと思います。中田博君。日本の平均寿命、男が 79.44、 女性が 85.90、 これ平均寿命ですけど、これから必要なのは健康寿命ですよ。
どれだけ健康でいられるか、そしてこの健康寿命と平均寿命の間が短くなればなるほどいいわけですね。まあ、いわゆるピンピンコロリといいますかね、こういう状態を作っていく制度というものをぜひ本当に検討するということをしないと、このまま1兆円ずつ毎年医療費伸びていったらね、これ税収上回りますからね、もう間もなく。